よ。気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の絵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。え、勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ、同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。ありがとうございました。さあさあ。
お連れしました。おお、日の絵、ミノト、ご苦労。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。ついに始まってしまうのですね。うん。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。アマトのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。うん、頼もしい限り。やあ、めでたい。やあやあ。佐藤さん。その前に、まずはあちら。いらっしゃいませ。うんうん。おお。お次は。ありがとうございました。
いかがでしょう。よく来たね。よし。おお。集会所へようこそ。気をつけて。
けいたします。またのお越しを。
ください。さあ、どうします？どうぞ。強さだけではなく、見た目も大事にしたいですよね。かしこまりました。集会所へようこそ。またのお越しを。
またお立ち寄りくださいませ。承知した。いらっしゃいませ。わあ、おお、いってらっしゃい。おーい、どうもだよ。おさらば。ちゃんと食べてる？米は元気の源よ。やあ、君か。ようこそ。どうした？
じゃ、元気か？ああ。じゃあな。あんたか。そうそう、行ってこい。子供雇用窓口へようこそ。お話できて楽しかったよ。に滞在中のお供だよ。強そうだね。頼りになりそう。それじゃ、また。
をご希望かな。